PS プロ1年目だけあのゲーミズで戦いつつ、勝率ゼロスなんて言われつつまあまあ言われつつ、ありましたね。でもそっからでも7連勝ぐらいで、まあ、盛り返しはしたんですけど、まあ、最後大事なところでも、まあ、剣詰め師に負けた記憶が結構残ってるんですけど、これ勝ったらなんだっけな、すごいでかいってところで負けたりして、まあね、その総合的にはチームにあまり貢献できなかったなっていうところはあるんですけど、まあ、1年間プロを経験させていただいて、で2年目3年目はなんとかっていう形でね、プララリーグに関わらせてもらって、僕がプラロワ始めたのが大学生の時で、大学までの通学が片道1時間以上かかったんで、そういう時とかに結構プラロワめちゃめちゃやってて、なんか大会の時のとか実装されて、結構今じゃないと思うんですけど、1000人大会の報酬めっちゃでかい大会とかあった時から、まあ、結構大会とかなんか全部出るようにとかしてて、報酬とかめっちゃでかいから、どうやったら強いデッキになるんだろうとか模索しながらやってて、めちゃめちゃハマってたのがその大学生の時 でそんな時に日本一決定戦みたいな、まあ、僕その大会出るのがすごい好きだったんで、上位取り取れたらすごい楽しいとかあって、結構大学の授業の時間とか被ったりしてたながらに、まあ、裏でこっそり大会とか出て、まあ、出てたら意外とその自分の中ではあんまりすごいポイント高いと思ってなかったんですけど、意外と毎月出たら結構スコアが高くて、確かトップ30とかが本戦出れたかなと思うんですけど、その30以内に入れて、ここ勝ったらオフライン大会のベスト8っていうところで、今でいうラットさん、当初ラットウィンプスさんっていう名前だったと思うんですけど、ラットさんと当たって、めちゃめちゃギリで確か逆転して、で日本一決定戦のぐらいに大会出れたみたいな、まあ、普通にめちゃめちゃ格上の相手っていう認識はあったんで、勝てると思ってなかったんですけど、ちょっと噛み合って勝ったみたいな感じですね。その時は1位と2位が世界大会でロンドン行けるっていう大会だったんですよ。準決勝でアマテラスに当たって、でこれ勝ったらロンドン、負けたら3位っていうで、アマテラスのゴーレムにボコされて、あと1個でロンドンだったっていうところで、まあ、すごい惜しくも引退してしまったっていう、めちゃめちゃで悔しかった記憶がありますね。当時は三重種デッキ使ってて、で確か僕の記憶だとこの三重種デッキ使い始めたのもラットさんが確か三重種ですごい大会勝ってた記憶があって、当時真似して三重種使い始めたら、なんか自分のプレイスタイルと合ってるのかわからないですけど結構勝てて、そこから日本一決定戦もそうですし、多分それまでの予選の何回かも多分三重種デッキで結構やってたかなっていう、まあ、ロンドン一応僕行ったんですよね。そう、負けちゃったけど3位だったからってこと でロンドンでうちとアマテラスの試合を生で、はい、見てました。はい、でうちさんがもうね、例のファルチェにね、ガゴガゴブレスにやられてね、もう俺はね生で見てたんで、もうわーって感じでめちゃめちゃ叫んだ記憶ありますけど、惜しくもね2人とも負けちゃいましたからね。最初で世界大会が11月とか12月でしたっけ、確か多分そんぐらい で確か3月とか2月か3月になんかプロリーグの話出てきたんですけど、で僕その時大学4年生で、はい、新社会人になるって感じだったん でそんな中でゲーミズからお話いただいて、でもプロもやりたいし、でも会社にも就職するしみたいなところで、まあ、いろんな問題があったんですけど、ちょっと会社とうまくやってそこをクリアしつつ、最初はその新卒で働きながらプロ選手としてっていう感じでやってたんですけど、まあ、そこでゲーミズの狙い方から
うちに来ないみたいな感じで、もう社員としてうちに来て来ないっていうふうにお話をいただいたんで、新卒で入った会社を何ヶ月ぐらいで辞めて、でゲームイズにそのまま編集としてかつ社員としても入ったっていう感じですね。まあそれでいくとだいぶ変わって、新卒で入った会社にいた頃は仕事終わって寝るまでの時間に練習するみたいな感じで、もう本当数時間とかしかプレイできてなかったんですけど、ゲームに入ってからは仕事がゲームなんで会社来てゲーム練習していいよっていう感じで言われてて、もう毎日毎朝出社して、皆さんが周りでお仕事されてる中、僕はデスクでひたすらクラロワを毎日8時間プレイし、帰宅しっていうのを、うん、毎日やってましたね。通勤中の電車とか家でもやるんで、まあ、相当1日で十何時間はやってたんじゃないですかね。まあ、連敗してた時は、そもそも確か練習時間確保できてない時からちょっと試合に出させていただいてて、そのまま負けていたっていうのもあって、そもそも練習時間が変わったっていうのはまずあった要因の中にあるのかなっていうのが一つと、あとは確かその時 AK がすごい強くて調子良かったんですよ。 AK が試合前にやるルーティーンがあって、わかりますかね、頭ら辺に指当ててちょっと、あ、そうですね、でなんか瞑想じゃないですけど集中するあれがあって、でそのルーティーンを確か僕も真似し始めた時から初めて勝ったような記憶があって、だからもしかしたらですけど、まあ、KK 君のルーティーンのパワープラス練習時間増えたことによる実力の向上で、まあ、そっから7連勝いけたのかなっていうのはありますね。まあ、勝率ゼロスで、まあ、言われるっていうこと自体は、まあ、大したこれ自体で嫌な気持ちになるってことはほぼなくて、どっちかというとそもそも全く勝ってないっていう事実で結構落ち込んでるっていうか、まあ落ち込んでるのかな、すごい落ち込んでる気持ちはあって、どうにか勝して勝たないとなっていう気持ちはすごいあったんで、特別怒ったり嫌な感情とかは大してなかったかなって思います。ただ勝たなきゃまずいなっていう、自分の勝ててないいう事実に対して結構こっちに負の感情はすごい乗ってたかなっていうことですね。チームの立ち位置で行くと、選手をした時から何時から練習しようとか、この練習しようみたいな、そういうリーダー的な立ち位置は自分が、ま、になってて、監督になって、まあ、そのチームの練習のところに関わるところとか時間を決めて何やろうみたいなところは変わってなくて、で変わった点でいくと、まあ、自分が練習しなくなるんで、例えばなんかスクリームの相手を見つけるだったり、あとは強いデッキのデータとかを調べたりとか、アナリスト的なこともプラスでやるようになったって感じですかね。監督になってからは印象に残ってる試合に行くと、一つすごい印象に残ってるのがあって、プロやってて初勝利をした試合かもしれないですけど、なんかめちゃめちゃなんか危険の利くプレーをして大逆転して勝ったみたいな試合が、まあ、多分あって、これがねめちゃめちゃ記憶に残ってるんですよね。じりじりいってたらもうちょっときつかったんです。ペッカさんペッカ30失点、ペッカめっちゃ不利なんで、ギリギリやられてて、そうなんですよ。でもどっかでワンチャン一撃通さないとってところだったんですよね、これ。
めちゃめちゃいい勝ち方してる。次の試合もミラーマッチで勝ってて、めっちゃ気持ちいいやつですね。これが一番気持ちいいですから。いやーそうなんですよ、結構読み合いありますね。これも早く来るんじゃないみたいな。どうしよう、僕が上手くなった方法はもうプレイ時間をとにかくするプレイをすごいして、多分僕は上手くなったんですよね。そのめちゃめちゃやってたんです、ずっと。ただ今はこうじゃなかったんですけど、今はもうプロとか上手い人がめちゃめちゃ動画上げてて、それ見たらすごい、こういう防衛の仕方したらめちゃめちゃ効果的なんだみたいなのが分かると思うんで、なんで今クララは最短で上手くなりたいっていうのであれば、自分の使ってるデッキと同じデッキ使ってる上手い人をプレイを飲みまくって真似するっていうのが一番早くていいと思います。今は直接言っていいと思うんですけど、 DFM って分かります？デトネーションフォーカスミっていう、ああはいはいはい、プロチームで働いてます。もともとそのゲーミズに入ってたんですけど、 DFM がゲーミズの子会社になったんですよ、1年前とかかな。で、まあ、そのまま DFM にゲーミズから移籍したって感じで、今は DFM で働いてますね。思い切った右サイドの攻撃がうまく効きました。